片倉義文片倉義文は日本の文筆家、武蔵野大学客員教授、台湾を学ぶ海代表。台湾に在住し、台湾に残る日本統治時代の遺構や歴史遺産を記録し、その他旅行ガイドなどの執筆、撮影もを手掛ける。1969年、神奈川県に生まれる。早稲田大学教育学部教育学科教育学専修卒業。 福武書店勤務を経てフリー。1991年、学生時代にバックパッカーとして初めて台湾を訪れたのを皮切りに台湾の魅力に目覚める。1997年から台湾在住。旅行ガイドブック執筆を数多く手掛ける一方、台湾に残る遺構や歴史遺産を記録し、日本統治時代の痕跡を調べ歩く。 また、台湾からの引き上げ者の取材や日本語世代と呼ばれる、台湾の老人たちの聞き取り調査に心血を注ぐ。日本のみならず、台湾でも執筆、撮影活動を展開している。また、台湾の魅力や、日体の結びつき、歴史などをテーマに講演を行うほか、台湾からの旅客誘致に関する提言や、アドバイスなども行っている。講演は、 日本の他台湾でも行い、回数は年に40回以上を数える。熱心なプロレスファンでもある。また、鉄道にも造形が深く、台湾の鉄道に関する書籍も表している。鉄道を耳で楽しむ、いわゆる、音鉄で、特に鉄道をメインに据えたサウンドスケープを中心に、集音活動を展開している。二千十七年、台湾からの引き上げ者や日本語世代と呼ばれる。 台湾の頃、さらに台湾に関するエキスパートを招いて行う、台湾を学ぶ会を立ち上げ、同代表となる。2019年、台北にて、日台学びのイベント、台湾探検、探索日本を主催。各界の講師を招き、全35講座を開く。ありがとうございます。